皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は富士宮にあります清陵高校さんの学校見学会のお知らせをします。開催日時2024年9月7日の土曜日、翌週9月14日の土曜日、2日間行われます。午前と午後の分があって、午前が9時30分から11時30分、午後が14時から16時、どちらも2時間、同じ内容です。内容は、清陵高校さんの教育の紹介、ね、どんなふうな勉強をしているか、どんなふうに考えて指導をしているかと、それから施設紹介、部活動紹介、この3つが主なものになります。持ち物その他として、まずスリッパなどの上履き、こちらは持参してくださいとのことです。なお駐車場がありますので車で行くことができます。申し込みが必要で、ホームページの方から申し込むことができますので、そちらからお願いします。なお問い合わせは清陵高校さんの入試広報課、こちらにお願いします。今回は清陵高校さんの学校見学会、このお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。